辰空楼辰ロ楼は、兵庫県豊岡市伊豆市の伊豆市総合市所敷地にある、明治時代初期の時計台。豊岡市伊豆市伝統的建造物群保存地区を代表する建造物である。辰空楼の楼閣本体は1871年6月1日に完成し、辰の時の城主土壌を知らせる太鼓を叩く楼閣であった。旧範囲の乱方位。 池口忠宏が大病を患った際、多くの人々が病気回遊の願掛けをした。忠宏は回復後、病気中伊豆市の人々に多大な精神的支援を受けた感謝の意思を形にしたいとして、時計日誌2名を招くとともに、オランダ製の機械式大時計を取り寄せ寄贈した。これによって1881年により、現在の姿の時計台となった。以後、 高度小学校では、機械式時計のおもりを掛け替えるのが、児童の大事な役割となった。現在は、時計本体は入れ替えられている。2017年5月から10月まで、修復工事が行われた。この間、内部見学会なども開催された。城下町伊豆市とタツク辰ロウ。タツクロウは、日本最古の時計台とされることもあるが、 時計台となったのは1881年9月8日であり、札幌の学校園部場に時計塔が設置された1881年8月12日に比べて、立つ空路の方が27日遅い。なお、建物から独立した洋式時計台、一般市民が時刻を共有するための洋式時計台、国以外が設置した洋式時計台としてはこれらより古いものは知られていない。 辰空楼、90年ぶり大修理、保存過程も見て、来月から4回、内部公開、兵庫、毎日新聞、2021年6月29日閲覧。伊豆市の時計台、辰空楼、平成の大修理へ29日から、外壁張り替え兵庫インク、3K、デジタル、大修理中の豊岡、伊豆市、辰空楼の内部公開見学会に60人。 産経ニュース。2021年6月29日閲覧。時計台、立つ頃を90年ぶり大修理へ、土曜日、伊豆市、お出かけトピック兵庫お出かけへプラス、神戸新聞ネクスト、www.kob-np.co.jp e。2021年6月29日閲覧。立つ空お帰り伊豆市の象徴修理が、 官僚観光客像液体、兵庫。毎日新聞。2021年6月29日閲覧。どちらが、日本最古の時計台か、札幌市時計台と豊岡の立つ空路を、論争に、終止符、総合、ニュース。神戸新聞ネクスト、2021年6月10日、閲覧。ありがとうございます。